こんにちは、ヘアメイクの久保木です。あなたのメイク採点します。ではですね、毎回美意識の高い美的クラブメンバーさんをお呼びしております。それではどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは自己紹介の方をお願いします。はい、渡辺彩香と申します。ジムをしております。普段朝の、はい、メイク時間っていうのはどのくらいかけてるんですか？5分から10分ぐらいで、すごく短いんです。めちゃくちゃ早いな。なんでそんな早いんですか？ちょっと顔のパーツが基本的に私大きくって、結構すぐメイク終わっちゃうんですよね。うん、で基本的にはナチュラルを目指してます。それで最短5分。最短5分です。すごいです。渡辺さんの今日お悩みはどこですか？そうですね、私パーツ、目も鼻も口も全部大きくって、こう雑誌とかで見て勉強して一生懸命やるんですけど、どうしてもそれを真似てしまうと結構顔がこう主張しすぎてしまって、まあオフィスでもあんまり良くないのかなと思っていたり、あと年齢的にちょっと30代になったので、もうちょっと落ち着いたちょっとナチュラルなメイクを心がけたいなと思っていて、ちょっと今意識してはやってみているんですけれども、いかがでしょうかという、ちょっと今日は採点をつけさせてもらいたくて来ました。バリバリ採点しますよ。今日はちなみに、普段お仕事でするメイクぐらい。そうですね、若干プラスアルファしちゃいましたけど。じゃあオフの日にお出かけする時ぐらい。そうですね。ちなみにファンデーションはリキッドですか？今リキッドです。リキッドファンデーション、はい、で目元はパウダーアイシャドウ。そうです、普通のパウダーアイシャドウ使ってます。チークもパウダーですか？そうです。なるほどね。それでは点数発表します。いやこれ何点満点なんでしたっけ？これ10点です。10点、はい、はい、10点満点中、はい、渡辺さんのメイクの点数は7点。いいんですか？悪いんですか？いいし。あ、本当ですか？ご自身的には何点ぐらいの感じですか？すごい辛口って最初に聞いてたんで、7点だと嬉しいです。そうですね、7点の理由としてはですね、別に今のメイク全然変じゃないんですよ、はっきり言って。本当ですか？はい、ただ、確かに黒の印象、コンタクトの感じとかも、むしろない方がいいです。で、メイクとしてはですね、なんか今日そんな言うほどなんかパーツコンコンじゃないんですけど、強いて言えば、さっき目元もチークもパウダーアイシャドウとパウダーチークでって言ってたんですけど、よりこうナチュラルな雰囲気とかを出したければ、もしかしたら全部こう練り系とかリキッドとかの、要はそういう質感 のメイクアイテムで仕上げていくとすごいいいかもしれないですね。練りの質感で仕上げるっていうメイクはね、今日ちょっとやってみたいなと思います。はい、よろしくお願いします。では早速メイクをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。で先ほどね、練りとかリキッドっていう風に言ったんですけども、今日使う目元のアイテムはちょっとこちらですね。これね、このまま乗せちゃってもいいんですけど、おすすめとしてはちょっと手の甲に出してもらって、で指で練っていく。なんとなく、目の真ん中にポンと軽く置いてあげて、したら左右に伸ばすと、こういう風にですね。そうするとね、なんか自然に色づいて陰影感出すっていう感じなんで、すごい簡単です。もう今日すっごい簡単ですよ、メイク。目元ね、もうこれぐらいで OK です。本当ですか？はい。そしてチークですね。チークはこれアウェイクなんですけども、チアミーアップチーク&リップカラー。これリップにも使えて、なんならこれでチークリップみたいな、両方いけちゃいます。はい、全然ありなんですけど、自分でなんとなくこういっぱいついたら一回なじませる、アイシャドウと一緒なんですね。はい、なじませるくらいで OK です。で、ニッて洗って高い位置にポンと、で、こっちもポンと、で、こっからこういう滑らす動きはしないで、指でちょっとこう叩きながらね、のの字書くような感じ。書かれてました今、これだけです。早い。早いですよね。早い。なんならリキッドファンデーションに仕上げてて、ちょっとツヤっぽく仕上げるんであれば、本当パウダーなんかもほんとサササで、で、アイシャドウも全部指でも仕上げていくぐらい。今のポイントとしては高い位置にちゃんと両方置いてあげたら、
そこから、まあ、円を描くように引き上げながら外に伸ばしていくっていうことですね、はいはい、そして最後が、まあ、リップがこちらオペラですね。ちょっと青みのあるピンクなんですけど、まあ、くすんでいる今っぽい色ですね。でちょっと全体もうね、直接ポンポンポンって塗ったらあとはハムッと、あ、はい、OK です。完成しちゃいましたね。早かったですね。こんな早いものなんですか。いいのかなこれ。今だって多分真面目にやってたら本当2分コースですよ。そうですね、長々話してこの時間。そう、ちょっと今仕上がり見てないと思うんで。見てないんで、の文字書かれた感覚しかないんです。ですよね、はい、ぜひ見てみてください。思ったよりツヤ感が出てて、うんうん、こんなか、あとなんかアイシャドウも馴染んでる、うん、なんかもっと濃く出ちゃうのかなって思ってました、うん、であとリップも私あんまりこういう色を選ばなくって、うん、まあ、なんでかってやっぱちょっと派手に見えちゃうかなっていうイメージがあって、うんうん、はい、なんかこの直塗りだとなんかぼやけるというか、うん、ちょっとこうなんかグラデーションではないんですけれども、はいはい、なんかそんなような感じがして、はい、あんまり口も主張してないなと思いました、うん、ただやっぱポイントは全部こうある程度湿度感のある、はい、練りのアイシャドウとチークと、まあ、リップはもともと練りですけど、はい、全部湿度があるものでメイクしていくとやっぱりねツヤ感が出て透け感が出るんですよ。でそうするとなんかメイクしてる感が薄まるっていうか、色がある程度乗っててもなんか可愛いね、メイクしててもどこかナチュラルっていうのは質感にありです。質感ですね、はい、どうですか、こう練りとリキッドだけで仕上げた感じは。練りとリキッドの方がいろいろ工程を踏まなきゃいけないのかなとか、うん、技術が必要なのかなと思って、うん、結構難しい、時間もかかるっていうイメージだったんですけど、うん、アラサーママに嬉しいこの簡単でかつアイテムも少なく済む、うん、経済的っていうところもすごく魅力的だなと思いました。いやー僕そこまで考えてなかったですけど、すいません、もう何も言えねえ、何も言えことねえ、俺は。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、ちょっとせっかくなんで、はい、まあ、このまま、まあ、髪もね、もうちょっと整えて、はい、最終仕上げしてきちゃうかなと思います。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。それでは、仕上がりました。どうぞ。ありがとうございました。いや先ほどねいい感じの抜け感あるメイクになったと思うんですが、はい、見られてください、はい、いいですか、はい、お、なんか、うん、カラーコンタクトを取った自分を、うん、久々に見ました。全然大丈夫ですよ。本当ですか、はい、なんか多分いつもね、しちゃってるとそれになれるんですけど、僕とか今日初めてお会いしたんで、はい、全く違和感ないです。むしろなんか抜け感あっていいかもしれないですね。なんか確かにこっちの方がナチュラルな感じが出てます。もともと顔立ちがね、はっきりされてるから、まあそういう意味でもその顔立ちを生かした、メイクのためのアイテムなんで、もうあの3つあればなれますから買います。はい、買ってください。ぜひ買ってください。今日はいかがでした、メイク。すごい、うん、あの3つでいいんだっていう、うん、まずそこで時短もできるしすごく良かったなと思います。でまたなんか練り系のものって基本的に持っていなくって、うん、はい、こうナチュラルにしよう、ナチュラルにしようと思って逆にいろんなメイク用品を買い足して、はいはいはい、これやった方がいいんじゃないか、あれやった方がいいんじゃないかっていう概念が覆されたというか、それはすごい自分の中で衝撃でしたね。あ、よかったです。これすっぴんで会社行っても自分で5分でできるわっていうのがすごく嬉しかったです。ちょっとカラーコンタクトも撮ってみようかなと思います。すごく自信になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあさよなら。